はい、皆さんこんにちは、令和2年7月24日ですかね、金曜日スポーツの日、スポーツやってません、雨降ってますね、さっきまで土砂降りやったんですけど、まあちょっとマシになって、まあ傘もささん状態で行けるということで、今ねちょっとね、まあ、散歩してますけども、まあ、皆さん、ですね、皆さん思いもかけないことってありました。思いもかけないことってやっぱりいつもあるものでね、やっぱり人間の予想って外れるもんで、で全くそれも根拠のない予想ということで、思いもかけないことが突然降りかかってくるということで、まあ私の場合は、まあ、最近病気でね、まあちょっと膀胱の方がおかしくなったり、ちょっと昨日やったら目がねちょっと充血して、まあそれもあったりで、まあ思いもかけんことがパッと来て、で自分の予想とは外れてっていうのがね、でもなんかそれってね、普通に自然なことで、まあそれが普通っていうかね、そういう気がします。皆さんはね、どうでしょうかね。まあそれに対して、なんか、対策を取るっていうかね、そういうのじゃなくて、まあもう、予想だにしないことが起こるというふうにね、そういうふうな感じ。そういうふうに思って、まあ、何が来ても特に、ね、平静をとって、そういう対応がいいんじゃないかなとは思うんですけどね、ちょっとね雨が降ってきましたね、ちょっと今日は短く、突然降りかかる思いもかけないことをお話でした。はい、以上です。